お俺はやりたいようにやるからな。俺とするか、ほら、他にも。俺とするから。恐れるものは何もない。そのノーフィアの精神を受け継いだ浅子悟。7.27 日本武道館大会で初防衛を果たしたチャンピオン金丸、その金丸に対して試合後に乱入してスタナーを見舞いベルト挑戦をアピールした浅子、ついにその時はやってきました。ノーフィアに初のベルトをもたらすことができるか。金丸との過去のシングル対決は浅子の伝承。今宵盛岡の夜をノーフィア色に染めることができるか浅子。デビューから5年、やっと掴んだジュニアのベルト。インサイドワーク、試合運びのうまさで体格差を克服。初代 GHC ジュニアヘビー級王座決定トーナメントでは元 IWGP ジュニアヘビー級王者、そしてアメリカやメキシコでもトップを取ったゲレーラを破っての文句なしの栄冠。王者としてプライドを胸にいざ決戦の場、歩を踏み入れました。浅子に話を聞いたんですが、はい、実は一つ心配なことがあると言っていたんですね、ええ、その心配なことというのがチャンピオンの金丸が俺を怖がってリングに一人で上がってこられるかどうか、それだけが心配なんだよと不敵な笑いを浮かべていたんですよね。そうですね、まあ、浅子選手の立場から言うと、そんだけ自分をアピールしたいということですね、そして、まあ、そのノーフィアに入る前の浅子では考えられなかったようなノーフィア節が生き生きとするわけなんですよね。さあ、そして今度はこれは珍しい形になった。ロープを使って首、そしてこれは足も固めている。おお、これは珍しいロープの反動。これは反動がこれ力になってますね。なってますね。これは金丸対策として浅子が考えてきたもの。まさかトップのコーナーに自分が座って、そして金丸を捉えて何を持ってくるか。金丸が返したような、これは、いや違います、金丸が技を食らったんですね。浅子選手が回転しながら要するに、まあ、ネックブレーカー、リバースの、ね、そうですね、のような形になったわけですね、今までの浅子にはなかったような次から次へと新しい技を出してきます。まあ、口ではそのような余裕しゃくしゃく、まあ、勝って当然だというようなことを言っておきながら、やはり狙うアベルト、こういうことを考えてきているわけですね。当然そうだと思いますよ。でやっぱり自分自身にもプレッシャーをかけてるんだろうと思いますね、自分が言葉を発することによってね。エルボーで倒れた。おっと、ちょっと金丸の目がうつろか、動きがパタッと止まってしまった。度重なるこの浅子の繰り出す新しい技、そして今まで受けたことのないような技、やはり受け慣れている技よりも新しく出てきた技、新しく食らった技というのダメージはいかがですかね。いや、それの方が当然大きいです、やっぱりその自分の中で計算できない動きがあるわけですからね、おっと、これはやり返してきました。金丸がやり返していった。ヘッドシダソイッペ、バックを持ってバックドロップ。さあ、ここから反撃なるか、チャンピオン金丸由伸。いや、チャンピオンだけどダメージ残ってますよ、トーナメントを勝ち抜いて手にしたジュニアのベルト、そして7月シリーズドノバン・モーガンを迎えての防衛戦 V1 も達成している。そして迎えた今日タイトルマッチ、相手はノーフィア、恐れ知らずのノーフィアリーダー浅子。ハリウッドスタープレスを放っていった、浅子が返す。さあ、これを勝負と見たが、一気に持ち上げて前から落とした。フェースバスターのような形になった。カバーに入ります。カバーに入る、カウント2。さあ、浅子もぐったりとしている。ここで息を引き返したがチャンピオン、ここは一気に勝負してみたか。コーナーのセカンドロープからダイビング、これはカウンターのスタナーになりましたか。そういう感じに見えますね、完全に肩にヒットしてますね、金丸選手の顔が。カウンターになりました。セカンドロープからダイビング、そこで攻撃を仕掛けていった金丸、しかし返り討ち、カウンターでのスタナー、ダイヤモンドカッター、あご砕きを食らってしまった。さあ、カウントが入る、カウントは6、両者同時に立ち上がる、しかしよろよろっとしている両者、歩み寄って浅子バックブリーカー、カウントはカウントは2、返してる返してる返してる、両者ここまでほぼ互角。ここから浅子が仕掛けていくか、コーナーに乗せる、コーナーに乗せる、これは金丸としてはちょっと危険ですね。いや、
これは雪崩式ですね。トップロープ、コーナーのトップに両者が止まって、雪崩式ブルーンバスター、まだ行く、あさこはまだ行く、攻めにもまさしく恐れ知らず、ノーフィアだ。ダイビングダイルボー、金丸の動きが止まって、返せる返せる。だけどここはあさこ選手完全にチャンスですからね、ここはあさこ選手は一気に畳みかけたいところですね。さあチャンピオンの動きが止まった、チャンピオン、この形はこれは SDA の形でしたが、金丸が返しました。スーパードライブのスーパードライブ、あさこ、その SDA の必殺技仕掛けていったあさこ、それを返した金丸、今度は肩車のような形になって、いや金丸が DDT で返す。この辺は金丸のうまさ、カウント2、先ほどから繰り出す技全て何とかカウント2で両者返していく。今度は金丸、金丸のワールドと展開になるか。インサイドワーク、ズレがしっこさ、試合運びのうまさ、金丸、これは膝で返しましたね、膝で返しましたね、両膝が立っていた。さあ浅子がいい曲返した、フィッシャーマンズ垂直落下か、今垂直落下的に、そうですね、角度は危険だった、急な角度、金丸返した。岩手県や体育館、観客のジーミングが聞こえた、決めにかかろうという浅子、目はうつらな表情、金丸、いや、あー、顔面砕かれた。そして最大限の痛み、マックスペインへと移行した、朝子の必殺技。これで金丸一度ギブアップしている。さあ朝子が絞る、最大限最高のこの痛み、マックスペインと名付けられたこの必殺技、耐える、これは王者としては耐える、気力で耐えるしかない、王者は耐えるしかない、必死に歯を食いしばる、白い歯を見せているのは朝子だ、朝子も白い歯を見せている。サードローブに手が届きました、20分経過、まさしく死闘が繰り広げられてます、リング上 GHC ジュニアヘビー級選手権試合、チャレンジャー金丸、挑戦者の朝子を迎えています。さあこれは2クラッシャーの体勢か、これを打開した、そしてセカンドローブ、ムーンサルトアタックかわされた、そして SDA スーパードライブ、朝子カウント、朝子、これがチャンピオンの意地、すごいですね、よくチャンピオンも返しましたね、もうかなりダメージが溜まってると思うんですが、頭から落とされましたね、完全に脳天から落とされた。あそこがまず立ち上がる、まだチャンピオンは立ち上がることができない、おたけびを上げたノーフィア、お、あそこコールですか、あそこコールが沸き起こってる、ノーフィアのリーダー。さあこれはダウンということでカウントがあります、カウントがあります、チャンピオン金丸立てるか、カウントが6、なんとか立ち上がった。さあここは一気に勝負、桃田さん、これ金丸、いやもう完全に腰に来てるんですよね、ラーマヒストラル、まあ、ラーマヒストラル丸め込んだ、返した返した返した、金丸、お前を支えているものは何だ、気力、なんと返したか、逆さ押さえ込み、ま、押さえ込んだ、押さえ込んだ、浅子も返す、浅子も返す、全く分からない、全く分からない、試合の行方は分からない、どっちに転ぶか分からない、相手の技を出すそのかわし合い。さあこれは金丸らしい動き、ラリアットの打ち合い、もう両者どっちがどっちだか分からなくなってきた、捉えた、いや返した、捉えて返して丸め込んで、なんという試合か、いやお互いにものすごいやっぱり意地が見えてますね、この試合にかけるものを、持ってるものを全て出してる両者、垂直落下式、垂直落下式、90度真上から
された浅香の体は全く動かない。なんとなんと、さあ金丸一挙に畳みかけるか。ムーンサルトプラス浅香は返す、浅香は返す。もう全く試合に受けは分からない。金丸がベイバスターの構え、垂直落下し持っていくか。垂直落下、浅香意識は飛んだか。自らの手でベルトの価値を高めました。盛岡の夜空に青いジュニアのベルトが一層輝きます。あーと星川に行った、星川に行きました。おー星川入ってくる、セカンドロップやサードロップから、わーっと捕まえた、どうする、あーディディで返した、遠心力をつけました金丸義信、捕まえられた、リング上、返しました高岩達人。さあ金丸一気に決めるか、場内からは金丸への大きな声援です。垂直落下、決めない、決めない、そのままいかない、もう一度行くのか、もう一度、いや高岩こらえ、高岩はこらえます、決めに行こうという連発。バックに回り返した高岩、エルボーで返した。さあセカンドロープから返します。高井は決めに行ったデスバレーボンをかわして固まる、ラリアット止めた。さあバックに回ってる坂澤さんにガーッと急着に、レフリーは見ていません。うまさを見せます金丸、さあ抱え上げてポジション、さあコーナーの前だ、ニュートラルコーナーのトップに回ってムーンサルトプラス、落ちた。この試合はどこで決まるんだ。両者が技を出し尽くしていきます。高井はそして金丸、あったぞ、腕を決めている、膝を打った高井、バックに回った、急速にノーキルドダーン、カバーン、決まった、これも決まらない、なんというダックマッチだ。タイトルがかかっているかのようなヒートアップ、大変な試合になりました。第4試合抱えられた、さあもう一度行く、もう一度突き突き、ファーブ3連発か、いやいや、ここからデスバレー、最後は餅つき式のパワーボム2連発からデスバレーボム、文字通りチャンピオンを死の谷へと蹴り落としていきました。早くもきな臭い青コーナーサイド、池田と杉浦がやり合っています。ノーフィア完全復活、次期シリーズの GHC タッグのベルトに向けて、まさにこのタッグパートナーシップ一点の曇りはありません。リングの上で圧倒的な存在感を示します。試合前に一悶着ありました池田、そして杉浦、あーっと突っかけていった、スピアーリ、そして稲妻レッグラリアット、まずは突っかけました。試合前に内輪もめのような様子を呈していた2人ですが、ここは2人で突っかけていきました。ちょっとノーフィアー今日疲れたか、池田がキックを打つ、そして高山と杉浦がやり合っている、追っかけてデスバレーボム、池田が落としていきました。いきなりの先制攻撃です。池田そして杉浦の2人、高山を2人で捕まえました。
さあ杉浦と池田、高山をニュートラルコーナー対決戦して、まず池田エルボー、そして杉浦がフロントガスピア、なんとなんとノーピアの2人を分断したのは言葉あろうか池田と杉浦。さあダリアットのザーワン投げ捨て、コンビネーションを見せました。なんという試合展開だ。まさに今日疲れたノーピアの2人、2つで返しました高山義弘。太田さん、あの試合前のあれはカモフラージュだったんでしょうかね。どうなんですかね、今の2人の動きは、すごいコンビネーションが合ってますんでね。ノーピアより先に出しました、ダブルダリアット、そしてフロントタックル、止まりません。いや桃田さん驚きましたね。これはだけど、あーっと踏みつけての球、これは高山の18番です。全くノーフィアーに物落ちしない、まさにこちらこそがノーフィアー、驚異の新人です杉浦。さあ入っていく、新しいですね、本当にね、観客もわっと口をポカッと開けている状態。さあボディシラ持ったキックを打っていく、大森はまだリングの外で痛んでいます。高山が捕まっています、キックを打っていく。実はこの杉浦と池田というタッグでゼロワンに乗り込むことが決まっているんですね。そうですね、だけどこの、今日のですね、この杉浦、はい、池田組の動きを見てますと、はい、まあ、前半ね出だしでもっていうふうに仲が悪そうには見えましたけども、はい、結構いいコンビネーションしてますよね。そうかもしれないですね、エルボーで倒した、エルボーで高山を倒しました。杉浦カバーに入る、まあ、試合前池田にゼロワン参戦の話を聞きますと、不安はただ一つだけ、パートナーが杉浦であることだけですと、そんな話をしていたんですが、どうしてどうしてこのコンビネーション。いや、そういうことを言ってたとは思えないような2人のチームワークですね。そうですね、あ、ここはキックで動きを止めた。しかしピンチとなると仕方ず池田が来ます。この辺りはこの2人の息もぴったりなのか、青コーナー池田がエルボーを打っていく。いや、10月のタッグ GG タッグに向けて盤石と思われたノーフィアですが、池田杉浦という、まあ言ってみれば急増タックル、この試合主導権握ってます。ダブルのヤット、パワーで返しました高山、しかしまだ膝をついて痛んでいます。大森がようやく帰ってきました。さあキックを打った、ハイタッチを返します。池田大輔がリングインです。あーキックを返していた、あーっと高山に突っかけました。池田が高山に行った、それを捕まえます高山。さあ距離取ったクズボールが行った、ガーッと高山にアクズボールを当てて、ガーッと飛んだ、カバーに行った、返します。なんと高山にアクズボンバー、小野爆弾高山、大森のアックスボンバーが高山に炸裂しました。そして池田が攻勢です。これは危ないですね、はい、池田ロックが入った、池田が完全に固めている。高山がゆっくりと入ってきます。大森が捕まっていましたが高山はここでカット、エルボーを打ち合いになっていますが、重さでは高山に分があるか。キックを打った、ハイキック顔面を捉えました高山。さあ引き起こします、池田が捕まっている首投げ、そしてフロントからキック、強烈ですね、猛烈なキックです。片指固め、池田もなんとか返していきます。この試合お客さんがどよめく回数がなんと多いことか。さあバックに回ったぞ、さあ杉浦が、杉浦が池田を止めて、さあそしてタッチ成立、バックに回った、杉浦のターンを投げして高山を投げました。杉浦高橋、そしてスピアなんとノーフィア相手に一人で奮戦します。さあバックに待って、もう一度いった、もう一度いった、ジャーマンスープレックス、ホーター高山返します。すごいですね、やっぱり杉浦選手は本当に力がありますよね。125キロ、196センチの高山に対して打っていきました。おーっと一本背負い、逆陣一本背負い、それから腕っていう逆陣陸の中央、おー、大森がトップに登っている、そしてリードアップを見せました。大きなカットを見せました大森。さあリング上は高山、そして杉浦です。高山が試合を決めるか、杉浦が痛んでいる、場外では大森と池田、因縁の2人がやり合っている。さあバックに戻った高山、エベレストさん、なんというカット、スリーカウント、本家本元ジャーマンスープレッツを角度違いを見せました高山杉浦。10月にいよいよ GHC のタッグのベルトが新しくできまして、ノーヒアは優勝候補の筆頭と言われているんですが、そのことについていかがですか。いや筆頭もないもね、優勝もクソもないよ。最初から初代王者だって俺は言ってんだよ。あんたらマスコミは遅いよ。俺はもう最初からさ、ヘビーもさ、ジュニアもやる前からタッグはノーフィアが王者でスタートすればいいって言ってるだけじゃん。うん、それを今さどの子のさ、遅すぎる。もうそんなもん俺らにベルト持ってきてさ、次のシリーズさ
全部防衛戦やったらいいじゃねえかよ。どうせ俺らがそのまま勝ち進んでいくに決まってんだからさ、もう結果の分かってるシリーズやったってしょうがないだろう。もう大体もうわけわかんないチームをさ、何チーム揃えるか知らないけど、そんなんで用意どんやってどうする。最近のふぬけた小学校の運動会じゃねえんだから、みんな一緒に平等にじゃねえだろう。では次期シリーズは、まあ、チャンピオンとしての意気込みで臨むということでしょうか。ああ、ちゅうかベルト持ってこないんだったら話にならないし、ここがどうするかだよ、これが、これがどういうふうにノーフィアを捉えてるかだよ。おう、ノーフィア以外のボンクラチーム、よく聞いとけよ。てめえらの頑張り次第だな、日テレもノアの興行も盛り下がるぞ。てめえらもっと頑張れ、おいらを本気にさせてみやがれ、この野郎。おう、もっと俺らを燃えさせろ、おい。おう、俺はやりたいようにやるからな、覚悟しとけよ、おい。もっと熱いもん見せてみろよ、おいらがリングに上がりたいと思うような、お前らの頑張り試合だからな。俺が本気になってベルトを取りに行く、そういう環境を作ってみやがれ、この野郎。分かったか、考えとけよ、行くぞ、ノーフィアー。と言っていたノーフィアはトーナメントを不服とし、なんと大会をボイコット。しかし社長の三沢が大森に強制参戦を指令したため、とんでもない事態が起こった。暴れるパートナーとして十分だという判断。ぶち壊してやるよ、 GHC タッグトーナメントのバカ野郎。お前、月曜深夜はコマチャミの新型テレビ、今度は今までの名場面珍場面をてんこ盛り、一気に見せます新型テレビの全て、爆笑オンパレードの特別編です。お楽しみに。新型テレビ一気に見せます、総集編かよ。若菜さん、どこですか。あ、サボってる。報告しなきゃ。遅れちゃいました、忙しくて。へえ、これが。あ、マネージャー。シャメール広がる。 J-Phone ベビーフェイス初の福岡公演決定、チケットピアにて好評発売中。お問い合わせは BIC09-713-6085。バックチャンリー待望の福岡再上陸、10月14日日曜、ドラムロボス、チケットは好評発売中。お問い合わせはブレインズまで。 9.15-01 リファ有明大会で大変なことが。ノーフィアの大森が01リングに乱入。お前まだよ、燃え切れてねえだろ。おい、もっと熱くなりたくねえのか。おい、おい、ノアのリングじゃな、もっと熱いやつがな、いっぱいいるぞ。俺と組むか、おい、本当に、おい、俺と組むか、おい。ノアに熱いやつがいっぱいいる。本当か。大森、じゃあお前と組んでやる。なんと元新日本プロレス IWGP ジュニア王者の大谷進次郎と大森が電撃合体、ものすごい越境タッグが結成された。ゼロワンのマットで決意表明しました。大谷さんと優勝を目指す。大谷さんを選んだ理由はあったか。俺が言って最初に反応したのはあいつだった。それだけだ。大谷さんは優勝を狙うに狙えるパートナーという判断があった。俺は優勝なんかする気ないよ。最初ノーフィアにベルトを持ってこなかった時点でもうベルトなんかいらねえや。大会をかき回す暴れるパートナーとして十分だという判断。ぶち壊してやるよ、 GHC タッグトーナメントのバカ野郎。お前、そんな大会開催させたこと後悔させるぞ。お前、9月24日夜7時は世界絶叫映像をもろみえ超びっくり人間大集結、ギネス来週スペシャル。ギネスブックにその名を刻んだ超びっくり人間が総登場。驚愕映像の嵐であなたは度肝を抜かれる。10メートルの巨大フラフープ、その世界記録に志村けんが挑戦。果たしてその結果は。空前絶後の大記録から知られざる珍記録まで、ギネス本部が所有する超貴重映像一挙大公開。必見、日本初公開シーンの数々。水中エアロバイク世界記録にボクシング元チャンピオン畠山貴教が挑戦。一体どうなる。愛ちゃん、卓球少女愛ちゃんも早起き世界記録に再びチャレンジ。リベンジなるか。世界絶叫映像もろみえ超びっくり人間大集結、
スペシャル深夜特急死闘編。次々と立ちはだかる史上最強の7人の敵。対戦メニューは全国の有名駅弁。9月29日土曜夜9時。フラちゃん、マリンメッセで待ってます。ずっと憧れていたこんな時間の過ごし方、夢じゃないんだ。この場所は夢につながっている。レジャークリエイトサービス。大谷陣には来たからにはな、タッグシングル持ってる奴ら首洗って待ってろ。大森面白いじゃねえか。だが大森にも言っとくぞ、いずれ戦う時が来るからな。大森に言っとく、俺と組むからには負けは許さねえぞ。おい、覚悟決めてこいよ大森。いつでもどこでも長野リングに上がってやるからな。おい、スーパーテレビ。娘の死は本当に自殺だったのか。偽装殺人のトリックを暴け。彼女とあそこのアパートの証拠を消すためにね、やった。両親の執念が真実をあぶり出す。日本中を揺るがした衝撃の逆転劇。その舞台裏に数えきれない奇跡のドラマがあった。スーパーテレビ特別版、9月24日月曜夜9時。日本のお母ちゃんマルチ特別版、9月25日夜9時は笑いっぱなしで120分。7時だ時事11人の大家族、あの石田さんちがまたまたてんやわんやの大騒ぎ。今回も大爆笑のハプニングが続出。家庭訪問では先生が大ピンチ。一方次男は人生の道を悩んでいた。親楽させるっていうか自立したい。ちびっこギャングも大奮闘。マル秘蔵出し映像を一挙大公開。さらに今回は なんと石田家が初めての海外旅行へ。マイネームイリュージ。なんで前のうちにちゃんと用意してこねえんだよ。ほらまたまた始まった。9月25日夜9時は大家族石田家スペシャル。付き合うよ。人と歩けば FBS。 ベビーフェイス初の福岡公演決定。チケットピアにて好評発売中。お問い合わせは BIC092-713-6085。 2000年度ジャズボーカル大賞受賞、話題のナンバーワンボーカリスト小林圭。ミスティ系ツアー2001、10月1日福岡市民会館にて。チケットは好評発売中。